皆様こんばんは、ペルシアンと申します。今回は2020プロ野球カードチップス第2弾の開封動画第16回目を行わせていただきます。で、もうすぐね、今度ね、第3弾も出るんですよ。で、第3が出る前にね、早くね、ラッキーカードをね、出したいと思います。で、この、また、あとは、3枚目の白菜カードもね、続けて出していきたいなと思っております。それでは、開けてみたいと思います。今日もご袋で勝負したいと思います。早速ね、やりたいと思います。あ、おっと、失礼しました。それではいきます。一袋目でございます。久しぶりになんと直筆サインカード来ました。これは中日ドラゴンズ背番号3、高橋周平選手のね、白サインカードが出ました。やりました。3枚目です。埼玉西武ライオンズの平井克典、投手でございます。続いてね、2袋目いきたいと思います。アベレージカードですね。千葉ロッテマリーンズ、荻野隆史、外野手でございます。続いてね、横浜 GNA ベイターズ、山崎康明投手でございます。ね、続いて、3袋目開きたいと思います。アベレージカードを出しました。ジャイアンツの坂本勇人投手、投手じゃなかった、内野手でございます。で、広島東洋カープの笹岡監督のカードで、これチェックリストですね。こうなってますね。はい。続いてね、4袋目開けたいと思います。アベレージカードです。阪神タイガース糸井嘉男外野手でございます。元ファイターズですね。今日はなんかアベレージカードをよく出しますね。東京ヤクルトスワローズの、高須監督ですね。はい、チェックリストとなっております。ガットのね、5袋目開けたいと思います。オリックスバファローズの、義母翔内野手でございます。で、最後に、東京読売ダイアンツの、大城匠、星でございます。以上でございます。久しぶりにね、白菜カードを出しました。こちらですね。中日ドラゴンズの高橋周平選手でございますね。周平選手は、これは、内野手でございます。これで3枚目ゲットです。今度ね、17回目をお楽しみください。今度こそね、ラッキーカードを手に入れたいと思います。この次もね、ご視聴よろしくお願いします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ペルシアンでした。